テスト返し。どうもゴピーです。さあ今回はテスト返しなるゲームをやっていきたいと思います。もうなんかタイトル画面がね、なんか結構もう世界観がわけわかんないしね、なんならこれバカゲーかなってね、まあ思われる方もねいらっしゃると思うんですけど、なんかどうもね、なんかあの感想、このゲームの感想とか書いてあるところを見たらね、結構ねすごいらしい、作り込みがすごいとか、なんならね感動するらしいよ。うん、まあ僕が分かってる情報はそんだけです。あと後ろで流れてる音楽がすごい悲しそう。うん、まあ僕が今分かるのはそんだけ、要はどういうゲームか全然分かりません。それではね、やっていきましょう。初めから。この作品はフィクションです。実際の人物団体などとは関係ありません。本作品にはショックの強い表現が含まれています。苦手な方、心臓の弱い方はプレイをお控えください。やだな。本作が原因で何らかの損害や障害等が発生したとしても、制作者は一切責任を負わないものとします。本作の無断転載、無断商用利用は禁止です。プレイ動画のアップロードや二次創作物の公開等は、良識の範囲内でご自由に行っていただいて構いません。ありがとうございます。え？強い表現？なんか俺、あんまホラーゲームとか、ちょっとびっくり系は嫌だからね。ちょっとそれはやめてな。僕は悪くない。僕にできることなんて。何もなかった。そもそも僕と彼女は特別親しい友人というわけでもなかったし、何度か話した程度の、そう、ただのクラスメイトだった。もうね、なんか突然、なんか急にこういうノベルゲーがねやりたくなったんだよね。すごい久しぶりなんだけど。だから僕が気に病む必要なんてない。そうだ、僕は悪くないんだ。僕と彼女がまず出てきました。ふと気がつくと僕は教室の自分の席に座っていた。ざわざわと興奮気味に話をするクラスメイト。この光景には覚えがある。これはテスト返しの時間だ。もうタイトル回収したけど。その見慣れた光景の中に見慣れない異形の存在が一つ目の前に。うん、もうお前がね、そうなんですよ。こいつがね、タイトル画面飾ってたからね。お前、変えるか。俺つい最近田舎でさ、カエルね捕まえたことあるんだよ。殿様ガエル、あいつさ捕まえるのマジ難しいよな。カエル頭の怪物が立っていました。みんな静かにしてくれ、今からテストを返します。教壇に立つ彼は自身が教師であるかのような振る舞いをしている。何、本当は違うちゃんとした人間がいるんだ。お前な、スーツもちゃんと着こなしてね、なかなかできる先生だな。クラスメイトはカエル頭の指示に従い黙り込む。おかしな男に男の容姿を気にする者は誰一人いなかった。それじゃあ、何これ京山もう、まあ当て字ということでね、もうこの辺はご了承ください。男に名前を呼ばれ教卓の前へ向かう。自分もまた素直に彼の指示に従っているあたり、皆と変わらないなと思った。なんだ、何か言いたげな顔をしているな。は？カエルが先生をしているなんておかしい。だって先生はやれやれと両手を挙げて大げさなジェスチャーをしてみせる。カエルじゃ先生ができないなんて誰が決めたんだ。まあな、自分の偏見やイメージで勝手に他人のことを決めつけちゃダメだろ。京山だってどうせこいつは頭が悪いんだから。なんかひどくね、こいつ勉強を教えても理解できないだろうって。意味がない、無駄だって。最初から決めつけられるのは嫌だろう。そうだな。とまあそれは置いといてだな。しかしあれだな、京山、もうちょっと頑張れないか。お前だけまた勝て。うわ、地獄だなこれは。それは地獄ってか、もうそんなんさ言うなよみんなの前で。マジでひでえ先生だなこいつ。先生は呆れた声を出すと片手で頭をかきながらぶっきらぼうに答案用紙を差し出す。用紙には僕の名前、名前の横には赤ペンで数字の0が書き加えられていた。0か。お前、あれかな、センター試験とかでも、なんかあれだろうな。あの、マークシートで絵描いてんだろうな。その他に記されているものはない。どうやら自分は何かのテストで0点を取ったらしい。先生、京山、やればできる子だと思うんだけどな。これどうする？俺さ、普通に京山って読んでるけど、全然名前違ってたらどうする？これ、遠山とかさ。ああ、そうそう。先生は、視線の先を僕からクラス全体を映す。満点の取れなかったものには、追試があるからな。
言っておくが、先生はそう簡単に諦めんぞ。これ中学と高校どっちなんだろう。それによって変わってくるけどね。いや変わらんか別に。通しと聞いて嫌な気持ちになる。てっきり周りからも非難の声が上がるものかと思っていたが、教室は不気味なほどに静まり返っていた。不審に思った僕は再び辺りを見回す。気がつくとクラスメイトたちは席を外していて、その割には自分と先生の二人しか残っていなかった。もうなんかさ、クラスのみんなもさ、異形なんじゃねえのか。異形の存在っていうパズドラのダンジョンがあります。もしかしたら最初から他の生徒なんていなかったのかもしれない。ぼんやりとそんなことを考える。おい、聞いてるのか京山。声の下方へ視線を移すと、いつの間にか目の前は真っ暗になっていて。ともかくだ。満点を取れるまで何度でもやり直させるからな。大学みたいだね。なんか先生の声が遠くなっていく。お前がさくらのことを助けられるまで何度でも。そのまま僕の意識は途絶えた。ちょっとなんか展開がまだよく分かってないな。何？夕焼け色に染まる教室。室内は静寂に満ちている。このどこか懐かしさすら感じる景色の中で、僕は一人自分の席に座っていた。外から賑やかな声が聞こえてくる。窓の外を眺めると部活動に励む運動部の姿が見えた。彼らの姿を見ながら、ふと自身がこの場にいる理由を考える。部活動に所属していない自分が放課後に学校に残る理由はないはずだ。僕はカバンを手に入れると席を立つ。すると少し後ろからすやすやと寝息のような音が聞こえてきた。僕は反射的に音の下方へ目をやる。するとそこには一人の女生徒が机に顔をうずめて眠っていた。授業が終わったことに気づいていないのか、彼女が起きる気配はない。僕は待ってくれ。まず彼女が誰かもわかんない。お前の顔を見せろまず。まあちょっとこういうのはまだ俺には関係のないということでね。え？先生。はい、お帰り。なあ京山、自分がどうしてここに戻ってきたかわかるか？なんだこれ、世界を移動したのか俺は。声かけなさいよ。どう考えても訳ありでしょうが、学生なんて生き物はな、基本的に勉強とそれを連想させる教室って空間が嫌いなんだから、授業が終わればすぐに部活に行くか、帰宅は帰宅するの。それなのに女の子が一人で放課後に教室で机に突っ伏して寝てるんだぞ。フラグ立ちまくってるじゃないか。普通は声かけるでしょうが。息継ぎをすることもなく勢いよく喋りすぎたせいか、先生は肩で息をしていた。うん、俺もね、なんかちょっとその感じ出してみた。うん、俺もうなんか普段からさ、滑舌悪いし言い間違い多いんだけどね。いいね、そういう感じになってるわ。こいつ分かってんな、俺と気が合いそう。なんだって、ろくに喋ったこともないからなんて声をかけたらいいか分からない。お前な、そんなもんはな、あれだよあれ、帰らないのとか、もう来た方がいいんじゃないとか、そんなありきたりな言葉でいいんだよ。いいか京山、何を話すかなんて重要じゃない。今彼女に声をかけてあることに、かけてあげることに意味があるんだぞ。もうゆっくり喋っても間違えろ俺。0点。京山、0点な。もう一回やり直しな。頼むぞ京山。今度は間違えるなよ。あのね、そう。バッドエンド1、0点。なんかね、ヒントみたいな、トゥルエンド行くためのなんかヒントみたいなのがあって、なんかね、なるべく先生の言うことをちゃんと聞くようにしろみたいなね、言われてました。はい。なんでね、ちょっとそういうルートにね、徐々に近づいていくといいですね。じゃあ、彼女に声かけますか。さあ、顔を見せてごらん。さくらさん。僕は控えめに彼女に声をかける。その響きはとても新鮮で、彼女の名字を呼ぶのは、これが初めてだということを思い出した。これさ、何なんだろうこれ、どういうことなんだろう。彼女はさ、そのカエルの先生がいる世界にも存在してんのかな、それともこの世界だけの話なのか。ちょっとまだね、世界観があんまり分かってないんだよね。
お前そんな顔してんなと思ったけどね、なんかあの説明文のところに何枚か写真あってね、この顔普通に見ました。はい。よく寝た。彼女は目をすりながらぼんやりと掛け時計に目をやる。嘘、もう19時？私そんなに寝てたんだ。彼女の視線がゆっくりと下へ降りていく。その瞳が僕の姿を確かに捉えた。ああ、起こしてくれたんだ。彼女がもこもこと口をこもる。僕は彼女に自分の名前を伝えた。あ、そうだそうだ、君は京山だったね。うん、俺のこと知ってんのね、この人。派手な明るい髪色と鋭い眼差しから目が離せない。さくらさんはその容姿の通りクラスでも有名で目立つタイプの生徒だ。つまり僕とは正反対の人種というわけだ。そんな彼女が自分のことを認識していないのは至極当然のことなのかもしれない。起こしてくれてありがとうね。まあ頼んでないけど。寝起きで動く気分になれないのか、彼女は自分の席に座ったままでいる。声をかけたはいいが、僕が彼女と共通の話題なんてものを持ち合わせているはずもなく、とはいえこちらから声をかけた手前、先生に席を立つのもどこか気遅れする。僕らはしばらく黙ったまま向き合っていた。これ主人公は何も喋らないの？なんかセリフないのかな。数分の後に、あれ？教室に彼女の間延びした声が響いた。そういえばさ、京山なんでこんな時間まで教室にいるわけ？いつも私一人しかいないはずなのに。あのカエルの先生から異世界に飛ばされました。いつもということは、彼女はほとんど毎日こうして放課後の教室で居眠りをしているのだろうか。友達を待ってるとか。あーでも違うか、京山友達少なそうだし。ぶん殴ってやろうか。友達の少ない京山が放課後に残る理由か。これは難題だね。彼女は顎に手を置いたままうーんとうなり声を上げる。その声色はどこか嬉しそうで、どうやらさくらさんは僕との会話を楽しんでいるようだった。わかった、部活の帰りに忘れ物を取りに来たんだ。あれ、でも京山って部活とかやってたっけ？なんだと。いやー、これでもさ、あれだよね、要はさ、この女の子とまあいっぱい喋ればいいってことだもんね。まあ、だったらやっぱその正反対から行くべきでしょ。黙る。俺はまだお前のことは信用してない。え、なんで黙んの？ああ、わかった。さては、これ多分ね、京山って言ってたけど、遠山だね、普通に。うん、陶磁器の塔だよね。京なんて読まないよね。ごめんなさい。多分俺、京閣の京と勘違いしてんのかもしんない。君、帰宅部でしょ。別に隠さなくたっていいのに。私も帰宅部だし。それなのにお前、クラスの人気者なんだね。さくらさんは僕の返答を待つことなく話を続ける。でもわかるよ、隠したくなる気持ち。部活やってる子ってさ、いかにも私青春してますって感じで見てて眩しいもんね。そのくせ私ら見たく部活やってない子のことをさ、暇人とか人生つまんなそうとかちょっと下に見てるよね。まあな。ああごめん、ちょっと感じ悪かったね。まあでもね、正直言うと現実はね、下に見てるとかじゃなくて、そもそも相手にもされません。うん。遠山？私の話聞いてる？え？いや、聞いてないです。あれ？遠山話聞いてる？ねえってば！何これ？これじゃまるで私が今この場にいないみたいじゃんか。無視とか感じ悪いって。あ、遠山目合わせてよ。ああそういうことね、私とは喋っちゃダメだって。無視した方がいいよってみんなに言われてるんだ。そうなんだね。ごめんね、話しかけたりして。誰かに見られたら大変だもんね。起こしてくれてありがとうね。それじゃあまたね、遠山。ごめん、なんかしょんぼりさせちゃった。ごめんなさい先生、俺なんも話聞いてやれなかった。この鳴き声はどのカエルでもありません。
こんな鳴き声するカエルいないっしょ。アマガエルもトノサマガエルもこんな鳴き声しないよ。コミショか、ドヤマ、お前コミショなのか。そうなんだら、そうだと言ってくれ、ドヤマ。お前さ、高校生にもらってコミショはまずいぞ。異性の前だとどうしても緊張する。いやいや、女の子と話すのは初めてなわけじゃあるまいし。え、ライソに女友達、何ライソって。女友達の連絡先ゼロ、あ、 LINE のことね。はいはいはい。異性はお母さんだけ。マジか。まあ人それぞれだよな。あ、先生か。先生はそりゃ甘酸っぱい青春時代を送ったもんさ。どうしても忘れられない女の子は一人でな。じゃなかった、先生の話はどうでもいいんだよ。遠山はどうして女の子と話せないんだ。桜さんは綺麗だしモテそうだから。自分みたいなのが話しかけていいのかわからない。ああ、なるほど。バカも、遠山に話しかけられて桜がどう感じるか。モテそうで美人な桜が遠山みたいな陰キャと話したいと思うか。それを決めるのはお前じゃない。もちろん周りの奴らでもない。決めるのは桜だ。だからさ、桜が気にしたって仕方がないんだよ。先生は難しそうな表情のまま顎に手を当てる。今回はちゃんと自分を声をかけられたから30点ってところかな。遠山、30点な。お前、ケツ穴確定な。多少マシにはなったが、それでも合格点にはほど遠いなかな。これ「たついな」って書いてあるけど。ということでやり直し、テスト返しだ。お前は留年だ。今回の反省を踏まえ、遠山がうまくやれることを先生大いに期待しているからな。なんかだんだんでも先生ちょっと俺に対しての当たりが優しくなってきたね。バットへの2、30点。まあ徐々に点数上げていこうぜ。どうしよっかな、ちょっとね、枝分かれ的な感じになってるからさ、どうしよっかな、ちょっともうちょっとね、前のどっか行こうか迷ったんだけど、ちょっと一番最後のこの選択肢のとこからやります。だからちゃんと聞いてるようでいいんだよね、次は。よかった。彼女は緊張が解けたかのように、ほっと胸を撫で下ろす。もうびっくりさせないでよ。私の声、届いてないのかと思ったじゃん。なんだよ、ただの人見知りかよ。遠山って誰かと話すの嫌いなタイプ？あ、そういうわけでもないんだ。嫌いというよりは苦手ね。それわかるかも。ねえねえ、それならさ、私とももうちょっと話していかない？ほら、苦手の克服にもなるし、私は暇つぶしができるし、一石二鳥みたいなさ。あれ、使い方合ってるよね。僕は黙ったまま、こくりとうなずいた。正直なところ、僕自身はまだ少しだけさくらさんと話がしていたい気分だった。僕の反応が意外だったのか、彼女は大きく目を見開いたまま僕を見つめる。いやでも正直さ、まあ複数人のグループだったらいいけど、俺ね、1対1だとね、俺マジで本当に話せないです。はい、ありがとう。ごめん、正直断られると思ってたから。もうだからさ、こんなにさ普通に話せるってすごいよ。お前全然コミュ障じゃねえよ。なんというか驚いてるかな。ああ、でもさ、心配しないでよ。教室に誰かが入ってきたら話やめるから。遠山には迷惑がかからないようにするからさ、普通にいい子じゃん。その後、僕は教室で1時間ほど、さくらさんと他愛のない話をした後に、一人教室を出た。1時間も話せるんだ、すごいな、マジで。別れ際、自分の席に座ったまま、僕に手を振る彼女の表情は、なぜだか、少しだけ寂しそうに見えた。これ帰ってくんの？その翌日から放課後に教室に残り、さくらさんと話をすることが僕の日課になっていた。まだ向こうの世界に残ってんだ俺は。遠山ってさ、家に一人でいるとき何してんの？うわー、なんかこれあんま聞かれたくねえ。このさ、ちょっとプライベート何してんのかって俺聞かれたくねえ。なぜならゴミみたいな生活してるからです。出た。また無言だ。
自分に都合の悪い話になると無言になるよね。そっかそっか、人に言えないようなことをこっそりしてるわけだ。さくらさんがわざとらしくニヤニヤと笑う。まあ遠山の男子だからね、仕方ないね。うんうん、ふふ。遠山顔真っ赤じゃ、面白すぎ。趣味に没頭してる。うーん、そうなんだ。それで遠山の趣味って何なの？僕は一瞬だけためらいながらも自分の好きなことについて正直に彼女に話すことにした。絵を描くことかな。初めて喋った。お前、ちなみに僕も絵描くの結構好きです。普通にやっぱ主人公俺と気が合いそう。え、遠山絵描けるんだ。それって彼女に自分の趣味を打ち明けてすぐに僕は自身の行動を激しく後悔した。さくらさんからすれば僕の趣味はネクラっぽいもので嘲笑の対象かもしれない。そんなことねえだろ別に。あ、やっぱり今のは冗談だということにしてしまおう。そう思い口を開いた僕の言葉にかぶせるように。すごいじゃん。さくらさんの跳ねるような声が聞こえた。私絵なんて全然描けないからさ、だから尊敬するよ。てか私無趣味だから。熱中できることがある人はそれだけですごいと思う。お前は寝ることが趣味じゃないのか。それでもいいと思うぞ。もう寝ることもね、立派な趣味だと思っていいぞ俺。うん、あれ、なんでうつむいてるわけ？てかさ、なんかちょっと顔赤くない？さくらさんに指摘をされ、僕の方は一層赤みを帯びていく。褒められ慣れてないから恥ずかしくなったみたいな。あは、遠山面白すぎでしょ。お前それしか言わねえな。もしかしたら彼女は自分や周りが思っているよりもずっと素直で優しい女の子なのかもしれない。ぼんやりとそんなことを考えながら彼女とのこのやりとり初めてではない気がする。え？僕は彼女との会話に妙な既視感のようなものを覚えていた。なんかちょっと隠し、え？なんかお前朝ができてるけど、お前何や、お前 DV 受けたん？遠山は高校卒業したらこの町を出ていくの？さくらさん二人きりになるといつものように僕に声をかける。夕焼けの差し込む教室、うつ伏せのままこちらを見つめる彼女。この光景もすっかり見慣れてしまったな。やっぱりそうなんだ。ああ、やっぱりっていうのはさ、遠山絵を描くのが好きだって話してたから美大とかに行くのかなって。え、ちょっと怖い。これなんか下行くとさ、さらに確信迫れそうだけど一旦ちょっと避けようか。やっぱり僕回り道好きなんで。うん、なんかいきなり帰ってきたし。おい、ちょっとお前いきなり帰ってくるとお前びっくりするからやめてよ。お前が一番ホラーだよマジで。なあ、怖えって。さくらさんはじゃないでしょ。なんか声変わっちゃった。お前声変わりしたな。夕焼けの差し込む教室、うつ伏せのままこちらを見つめる彼女。この光景もすっかり見慣れてしまったな。じゃないでしょ。傷、見慣れない傷があるでしょ。どうして平然と会話できるんだお前は。60点。女性の変化に気づいてあげられない遠山は60点です。もし気づいているのに気づかないふりをしているのなら、先生もう遠山には期待しないことにするから。そういうことだから、また一からやり直しなさい。いや俺は一からやり直さないよ。うん、まあしかもいいじゃん別に、成績ね順調に伸びてんだからさ、いいじゃん。最初はな、偏差値30ぐらいでも大学な入試受けるときに70までいっときゃええんやな。そういうことや。バッドエンド360点。まあ順番にいってますね。123で60ってことは次80っすか。ちょっとさ、最初だっけな、ここのなんか部活のちょっとね結構前のとこ、さっきは枝分かれの先っぽら辺のところの分岐行ったんだけど、ちょっとね根元の部分に戻ります。やってないよって答えよう。わお、帰宅部、あ、私と一緒じゃん。こんな時間まで学校に残ってたってことは、遠山ってもしかして家が嫌いなの？それかただの暇人？どっちもって。暇人で家が嫌いで友達しない人ってどこで何して過ごすんだよって。どうしたお前、怖いよ。うん、嬉しそう？私が
あ、そうかもね。私も同じだからね。私、自分の家が嫌いなんだよ。さくらさんの口調は淡々としていた。その表情から彼女の感情を読み取ることはできない。ねえ、家が嫌いで友達のいない遠山はさ、まだまだ暇なんだよね。それならさ、私ともうちょっと話していかない？僕は黙ったままこくりとうなずいた。正直なところ僕自身まだ少しだけさくらさんと話がしていたい気分だった。僕の反応が意外だった。なんか同じだなこれ。ありがとう、ごめん、正直言うことがある。なんか同じじゃね？え、大丈夫これ。あ、これ同じか？変わんないか？じゃあちょっと下行ってみるか。マジで急すぎてちょっと俺も戸惑ってます。じゃあちょっと下行ってみるか。マジでこれどうしたんだ、ちょっと怖いよ。てかお前のさ、その目が怖い。目がなんだその色の目。カラコンでもなかなかできんしょその目は。その傷どうしたの？ああこれ。さくらさんは自分で頬をさすりながらくすりと笑った。今朝慌てて家を出ようとしたら階段で勢いよく転んじゃって、運が悪いというかさ、ちょっとかっこ悪いよね。あは。え、まあ主人公がなんかあの記憶を取り戻しつつあるみたいなさ、そういうニュアンスの表現があったからさ、まあやっぱり下がすごいあれだよね、確信に迫れる感じがするんだけど、やっぱり回り道したい。あ、ごめんなさい。遠山にあれが本当に階段で転んでできた傷に見えたのか。違うよな。何？赤の他人の自分が口を出すよりも家族や親しい友人に聞かれた方が彼女も心を開くはず。そっか、遠山はそうやってまた他人任せにするんだな。自分が傷つかないように、当事者にならないように保身に走るわけだ。60、本当は小学校の道徳がやり直してもらいたいところだが、先生遠山にずっと突き当てられる暇じゃないんだよ。もうさ、何度かがあるだろ。どうせうまくいくからさ、次で最後頼むぞ。もうこいつもね、俺と話したくないから早口になっちゃってるわ。なんで60点なんだよ、おかしいだろ。ちょっと進んだだろうが。おい、せめて 75.2 にしろ。それ嘘だよね。どうして嘘だって思うの？階段で転んだ傷には見えない。誰かが故意につけた傷に見えるか。まあ階段で転んでな、うん、なんか切り傷みたいな感じになってんのが正直気になるよね。いやー、遠山名探偵だね。クラスで噂になってるの遠山も聞いたでしょ。私、年上の超かっこいい彼氏が、お前彼氏いるんかよ。冷めた。もうお前の相手はしてやんねえ。お前との話楽しかったのによ。冷めたわ。いやでも待てよ、この彼氏がワンチャン俺説あるぞ。ちょっと束縛が激しくて、それでね。まあ私は愛されてる気がしてるから全然平気なんだけど。お前 M かよ。そんな目で見ないでよ。ああ、はいはい、わかりました。これも嘘ですよ。嘘かい。これで満足？遠山さ、私のプライベートに踏み込みすぎ。そうかなって。そうなんだよ。でも正直意外かな。遠山ってさ、面のこととかトラブルが嫌いそうだから、わざわざ自分から首を突っ込んでくるなんてびっくりしたかな。ねえ、遠山はさ、早く大人になりたいって思うの？さくらさんが笑いをそらしているのは明らかだった。それでもこれ以上踏み込むのはかえって彼女を追い込んでしまうだけな気がしていた。あ、思うんだ。なんで大人になって就職して一人暮らしして自分で稼いだお金で好きなことをする分には誰にも文句は言われないからと。なるほどね。あ、ごめん、なんかちょごめん、なんか全然話の内容を頭に叩き込まずになんか棒読みで読んじゃったわ。なるほどね。あ、ごめん。いや、ちゃんと就職してるあたりが富山らしい。え？就職？どういうこと？私は思わないかな。ほら、よく聞くじゃん。毎日朝早く起きて仕事して、次の日も仕事して、辛すぎる、学生の頃は楽しかったって。学生の今よりも社会人になってからの方がずっと辛いんでしょ？それってさ、今が辛いと思ってる人からしたら、向かう先は地獄ってことじゃんか。だったら、大人になんかならなくていいやって、そう思っちゃうんだよね。まあ、それはわかるな、なんとなく。やっぱり、無邪気がいいよ、俺も。
やっぱ俺もね、なんだかんだ小学校の頃が一番楽しかったから。ある日の放課後、他の生徒たちが部活動や帰宅のために教室を出ていく中、僕はいつものように席に座っていた。さくらさんの席は空いていた。僕はじーっと彼女が戻ってくるのを待っていた。数時間後、嫌な胸騒ぎのようなものを感じた僕は教室を出ると、迷うことなく屋上へ向かった。なんだろう、やっぱ主人公分かってんのかな。俺まだ分かんないよ、早く教えてよ真相。なんか何これ、めっちゃ風が吹いてる。え、いやめっちゃリアル。これどの辺の街ですか。これ日本なのは間違いないな。あ、ごめん、読んでなかった。どうして彼女が、なんか赤い色がどうのこうのみたいな。どうして彼女が屋上に入ることができたのか、今がいつなのか、目の前の光景は実際にあった出来事なのか、それさえもどうでもいいと思えた。え、何、彼女は僕の存在に気づいていないのか。ぼんやりと夕焼け空を眺めている。次の瞬間、さくらさんが正面を向いたまま背後へ小さく飛んだ。え、僕は、え、何、え、ちょっとなんか状況が理解できない。彼女の腕を掴まない。ねえ、知ってた？さくらさんの怪我、年上の彼氏に暴力振るわれてたらしいよ。あれ？あれ？あれ？そうなの？俺はやばい薬を当てて自分で自分の体を傷つけたって聞いたけど、ほら、リスト買った時だ。実際どうだったんだろうね。前でも驚いたよね。まさか屋上からなんて。遠山？遠山ってば。ああ、よかった。私の声ちゃんと聞こえてたみたいだね。ん？どうしたの？いや、だってさ、遠山怒ってるみたいに見えたから。みんなの態度に腹が立つ。好き勝手言ってるから。ふう、遠山。何？びっくりした。え？なんかこれ菊の花？なんで手握ってくれなかったの？全人ぶっても結局肝心なところで見てぬ見るふりしちゃって、当事者になるのが怖くなっちゃったんでしょう。遠山さ、みんなと同じだよ。ねえ、ちゃんとこっちを見てよ。どうして手を握ってくれなかったの？遠山も言葉でさ、ちゃんと聞かせてよ。なんで、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 どうして、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 先生、やばい、やっちゃった俺。ひどい汗だな、大丈夫か？少しは落ち着いたか？なあ、遠山。お前、これで諦めようだなんて考えてないよな。まだ頑張れるよな。また始めからやり直そう。な。おい、どうして黙ってるんだよ。まさか本当に諦めるつもりなのか。お前の、さくらへの思いはそんなもんだったのかよ。何も言わないんだな。もういいよ。遠山、お前には失望した。あとは先生が何とかするから、お前はさっさと家にでも帰りなさい。え？いや、先生なんとかしちゃったよ。あのさ、90点だけどさ、先生への俺の当たりが強くなったんだけど。おいおい、90点ってお前あれだろうが、5段階評価で5もらえるだろう。なんでお前そんな不機嫌なんだよ。あ？てめえカエルの分際でこの野郎、見とけお前。僕は彼女の腕を掴む。でもさ、は？遠山、いい加減にしてくれ。何度同じ過ちを繰り返せば気が済むんだ。そりゃこっちのセリフだよ。僕は先生の目を見つめたまま静かに口を開いた。なんだと？僕の言葉を聞いた先生の表情が変わった。お前表情変わってねえけどな。どうせ僕がどの選択をしても責めるんだろう。満点をくれるつもりもないくせに。あんたこそ一体何がしたいんだ。ようやく喋ったかと思えば、先生に向かってなんだその態度は。こんなことに何の意味があるんですか。何度繰り返したって結果は同じですよ。
なんでそんな悲しいことを言うんだ。だってそうでしょ、これは全部僕の夢で妄想だから。人は過去には戻れない。どれだけ後悔したってやり直しなんて聞かないんですよ。何を意味のわからないことを言ってるんだお前は。あの日、夕焼け色に染まる教室で僕は一人自分の席に座っていた。すぐ後ろの席にはさくらさんがいた。彼女は机に伏して寝たふりをしながら一人肩を震わせて泣いていた。僕は彼女に声をかけなかった。気づかないふりをして家に帰った。翌日彼女はいなくなった。どうして、え、これどっちがあれなんだ、どうして声をかけなかったんですか。なんで急に敬語になったのお前。先生は僕の言葉に立ち退く。あ、違う、あ、俺が言ったのね。いや、だって彼女は髪色も派手で遊んでそうだったし、僕なんかよりずっと人生を楽しんでるだろうって。そうやって思い込みや偏見で判断したの。え、何、 お前は何なの、なんか何者。ちょっと俺まだついていけてないよこの展開に。大体何を話せばよかったんだよ。僕は彼女とろくに会話すらしたことが。何でもよかったんじゃないのか。何を話すかなんて重要じゃない。あの日彼女に声をかけてあげることに意味があったんじゃないのか。先生は伏し目がちになりながら額の汗を拭った。え、何これ、もしかして先生は未来の、違う、過去の俺ってこと。僕みたいなのに話しかけられても迷惑だろう。僕は彼の瞳から目をそらさずに続ける。彼女にそう言われたのか。迷惑かどうかを決めるのは彼女だ、あんたじゃない。先生から教わった言葉で僕は先生の心を傷つける。彼が本音で話をするまで決してやめはしない。僕が動かなくたってきっと先生や他の誰かが。そうやって他人任せにして、それで彼女はどうなった。誰か一人でも彼女を助けようとしてくれる人はいたのか。先生は低いうなり声を上げながら頭をかきむしる。え、うるさい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 。彼の怒りに同調するように周囲の窓ガラスが割れる。その破片が彼の体に突き刺さる。どれだけ僕を脅かそうとしても無駄だよ。もうあんたなんか怖くない。どうしてそうやって僕を責めるんだ。僕がカエル男だと思っていたおぞましい怪物のような先生は、ああ主人公だ。しかも過去じゃないです、未来でした。僕はセンター国語40点の男です。10年後の大人になった僕で、彼は悲しげな表情のまま僕の方を見つめていた。じゃあ先生はどうすればいいんだよ、どうすればよかったんだよ。そんなこと考えても仕方ないよ。あの日に戻ることもやり直すこともできはしないから、後悔しながら生きていくしかないんだよ。そんなの辛すぎる。僕は席に立つと彼に背を向ける。待ってくれ。彼がすがるように僕を呼び止める。他人の人生に割って入って考えを否定して自分の発言で他人の人生を左右してしまったことに、その責任が持てるのか。そんなことわからないよ。それでもずっと後悔しながら苦しみながら生きてきたから、もしも次があるのならその時はせめて後悔のないような選択を僕はしたい。僕は彼を置いて屋上へ向かった。風は強くひどく冷たい。茜色の空の中で彼女は一人屋上のフェンスに手をかけて立っていた。どうして彼女が屋上に入ることができたのか、今がいつなのか、目の前の光景は実際にあった出来事なのか、それさえもどうでもいいと思えた。彼女は僕の存在に気づいていないのか、ぼんやりと夕焼け空を眺めている。
次の瞬間、さくらさんが正面を向いたまま背後へ小さく飛んだ。僕はまた、おう、さくらさんの腕を力強く握った。その瞬間、落ちていくはずの彼女の体が、周りの景色が静止する。で、やっと取れたね。さくらさんは踊れた様子もなく、優しい表情のまま僕のことを見つめていた。しかしさ、時間かかったよね。何回もやり直してさ、赤点ばっかりだし、私遠山は優等生だと思ってた。ごめん。ま、いいんだけどさ、遠山はさ、あれだよね、後悔してたわけだ。あの日私に声をかけなかったことを、私を助けなかったことを、10年間もずっと、まるで片思いみたいだね。あはは。てかさ、私だってそんなに仲良かったっけ。いや、一度か二度くらいしか話したことなかったと思う。だよね。君も暇だね。さくらさんは何事もなかったかのように僕に語りかける。もっと早くこの手を掴んでいれば、僕はこうやって普通に彼女と会話をすることができたんだろうか。ああ、ごめんごめんごめん。同じ時を過ごすことができたのだろうか。大人になったさくらさんと、生きている彼女と。まあでも、遠山がさ、10年間ずっと後悔してたってことはさ、その間何度も私のことを思い出したわけでしょ。それってつまりは、私は遠山の中で10年間生き続けてたってことだよね。なんかさ、それってすっごい迷惑な話なんですけど。予想していなかった彼女の物言いに僕は少しだけ驚いた。だってさ、私は生きるのが嫌だったわけだし、そもそもこんなことをお願いしてないしね。確かにこれほど迷惑な話はないね。でしょ。それでも掴んだ腕を離すは気にはなれなかった。でもさ、あれだよね、私だってつくづくそんな性格してるよね。もっと楽観的に物事を考えたらさ、考えられたらさ、そしたらもっと楽しく生きられたのかもしれないね。さくらさんは寂しそうに笑った。さてと、ざわざわとした騒音が聞こえる。追試はこれでおしまいかな。次はテスト本番だからね。言っとくけど、やり直しなんて聞かないから。いい？私のことは過去ね。過去、昔の女のことなんかすっぱり忘れちゃってさ、君が今やりたいことを、やりたいと思うことをやってみない。ごめん、もうカミカミで本当申し訳ございません。後悔のないようにね。え、待って、行かないで。ちょっと。次第に彼女の姿が見えなくなっていくのが分かった。最後に、遠山ありがとうね。彼女の優しい声と掴んだ腕の感触だけが残っていた。別れ際、彼女の手は確かに僕の腕を強く握り返してくれていた。お、え、何これ。凄まじいブレーキ音と線路に向かってゆっくりと落ちていく少女。彼女のうつろな瞳は僕を捉えて、僕は彼女の腕を力強く引くと、そのまま二人駅のホームへ倒れ込んだ。え、仕事が終わり、帰りの電車を待っていた僕の視界に、近隣の高校の制服に身を包んだ女生徒の姿が入った。でもまああれだな、カラコンも、カラコンだ、クドもさ、茶色だし茶髪だし、まさか俺が今まで見ていたのは。彼女はうつらな目をしたまま駅のホームで立ちすくんでいた。なんとなく嫌な予感がした僕は彼女の元へ駆け寄った。彼女は僕に気づかぬままふらふらと足を前へ進めていき、迫り来る電車に線路に向かって飛び、え？おい、なんでや？なんで？ホームでへたりと座り込む彼女の肩が小刻みに触れていた。なんで余計なことしたの？やっと決心がついたのに。え？あ、ごめん、なんでもない。な、あ、ごめんなさい。あの、本当に何でもないです。なんかちょっとあの、僕の脳みそがバグりました。なんか今、
俺の中で、なんでそういう行動出たみたいな、なんかね、あの、本当になんでもないんですよ。ごめんなさい。ちょっとね、やっぱたまにね、あの脳がバグるんですよ。ごめんなさい、本当に。やっと勇気を出せたのに。彼女はむき出しの感情を僕にぶつける。僕はただ黙って彼女の目を見ていた。あなたは誰ですか？あなたは私の何を知ってるんですか？何も知らないくせに、人助けのつもりですか？視界が滲んで見えなくなっていく。何も知らないよ。何も知らないなら勝手なことしないでよ。私の人生なんだから、どうしようと私の自由。でもお前あれだぞ、電車止めたらな、分かってるよな。金払えよお前。え？彼女の感情が怒りから動揺へ変わっていくのが分かった。ちょっと何泣いてるんですか？気がつくと僕の目が止めどなく涙が溢れていて、10年間抑えていた感情が涙とともに溢れ出てしまう。知らないに決まってる。だって何も教えてくれなかったじゃないか。彼女はいつだってひょうひょうとしていて、悩みなんて何もないように見えた。彼女は誰にも自分のことを話そうとしなかった。話してくれなきゃ分かんないじゃないか。知らなかった。彼女が義理の父親に暴力を振るわれていたこと。これは何、今のそのホームになんか飛び込もうと、ホームじゃないや、線路に飛び込もうとしていた女の話だよね多分。誰かに助けてほしくて、気にかけてほしいからわざと派手な髪色にしていたこと。周りに勘違いされて距離を置かれる。あいつなのか。ずっと苦しんでいたこと、僕と同じ弱い人間だってこと。何の話をしているんですかあなたは。彼氏になんかやられてたんじゃないの？違うの？父親が悪人なのこれ。あと10年頑張ってみないか。は？ 10 年頑張る。僕の言葉を聞いた彼女が再び怒りに震えた。私はもう十分頑張ったんだよ。それなのにまだ頑張れって言うの？まあこれはね、やっぱ思春期のね、やっぱりね、やっぱりそういう子供たちのね気持ちもね、やっぱわかるわ。でもね、とりあえず大人になるまで待った方がいいぞお前は。確かにわかる。もうやっぱさ、狭いね、やっぱ世界の中で生きているから、やっぱ逃げ場がないように思えるけどね、なんだかんだ大人まで待ってみれば広い世界が見渡せてな、いいことになるはずですから。まあちなみに僕はまだそんな世界体感したことないけどな。君が何に苦しんでるのかは知らないし、僕の想像なんかよりずっと辛い環境にいるんだと思う。きっと君は今人生に絶望していて、これから先楽しいことなんて何もないって、そう思っていいのかもしれない。だけどそんなことは絶対ないから。あの時勇気を出さなくてよかったって、勇気がなかったおかげで今があるんだなって、毎日が楽しいと思えるような、そんな未来が絶対に来るから。そうだそうなんだ、だからもうちょっと待て。全部嘘だ。僕のこの10年間は後悔の連続で、楽しいことなんて何一つなかった。もし10年頑張ってみてそれでも何も変わらなかったら、今よりもずっと辛い思いをすることになってしまってたら、その時は僕のところに文句を言いに来ればいい。謝るから。何ですかそれ。僕の情けない説得を聞いた彼女は肩の力が抜けてしまったのか、その場に座り込んだままでいる。だから、もう分かりましたよ。分かったから泣かないでください。これだけ人の目があったらもう飛び降りれないし、何よりあなたがそんなに泣いていたら私が悪いことをしてるみたいじゃないですか。僕のしたことは間違っているのかもしれない。ただの自己満足で偽善で、彼女はこれから先僕のせいでもっと傷つくことになるかもしれない。それでもありがとうございます。別れ際のさくらさんの言葉や姿が目の前の彼女と重なって見えて、それだけで僕は救われたような気がした。終わった。はい、というわけで、いやー本当に作り込まれてる、マジで。
やでもななんかちょっとさやっぱりなんだろう、まだ主人公とさくらさんとのねやっぱ関わりが少ないから、でもそこまで感情移入できる主人公がすごいって思いました。何を言ってんだ俺は。あ、Cパートじゃん。夕暮れが差し込む放課後の教室、教壇に立ちうつむく僕、その隣には彼女が立っている。え、あ、なるほどね。この10年間何度も夢で見た。なんか2人ともめっちゃモデル体型なんだけど、なんてことないとある日の記憶。絶対に誰にも言わないでくれ。言わないってば。てかこのやりとり何回目この誰もいない教室の放課後でもうさ、めちゃくちゃ黒板に落書きを書いた。すぐに消すつもりでいたのだが、風にも彼女に目撃されてしまったのだ。遠山絵描くんだね。あれ遠山で合ってるよね名前。必死に黒板消しを持つ手を動かすと、僕とは対照的に彼女はじっと黒板の絵を見つめていた。このカエル男みたいなの何かのアニメキャラクター？いやオリジナルだけど。ああ、遠山が描いたカエルなんだ。めっちゃうまいじゃんあれ。マジですごいじゃん。じゃあさ、この隅っこに描いてある可愛い女の子っぽいのは、この作品のヒロインかな。このカエル男は正義の味方だけど、可愛い女の子しか助けないって設定で。何それ最低じゃん。あ、ごめん、なんかもう主人公の声さくらちゃんでやってたわ。このカエル私のことも助けてくれたりするのかな。彼女が身を置く環境がどうなものか当時の僕は知らなかった。それでも彼女が孤独を抱えていて助けを求めていることは誰の目からも明らかだった。あって、私可愛くないから無理か。ああ、遠山さ、漫画家志望だったりするの？まあ一応。マジすごいじゃん。サインちょうだいよサイン。いやだよ。ケチ。さくらさんは僕にとってただのクラスメイトで、特に仲がいいというわけでもなかった。それでも僕の絵を褒めてくれたのはちょっと嬉しかった。僕の夢を聞いて笑わなかったのは嬉しかった。彼女だけだったからもうごめんなさい。もう勝手にストーリー組んで、あの間違えて本当にすいません。うん、どうした。僕は絵を消す手を止めると口を開く。他にもいろいろ描けるけど、ちょっとこのさくらさん描こうぜ。お、なになに、乗り気か。笑い方怖。目が覚めたら彼女には二度と会えないような気がして、だから僕はもう少しだけこの夢が続けばいいと思った。でもお前もうそんなに固執するのはやめとけ。お前はもうこれから先自分の現実を受け止めて生きていくんだ。トゥルーエンド、テスト返し。というわけで、やっぱりバカゲーじゃなかった。素晴らしいゲームでした。今度このカエルの描き方教えてくれ主人公。それじゃあさよなら。